なんかちょっとドラマ感じる2人だな。なんかドキドキする。なんかこの2人は対面してドキドキしそうな人なんだろう。どいや、もうドキドキした。そうですよね。本から見て、ヨダちゃんってどんな子？可愛いんですけど。どんな子？うん、でも、逃げ水の期間はなんかもう、2人ともお互いが先輩で仕方がなかったよね。もうなんかお互い頼りないから、うん、そうなの。どっちから頼るっていうことはなくて、なんかもう、何当たった2人で頑張らなきゃいけなかったね。その頃はね、はい、特にね。ヨダちゃんから見ても、まおちゃん、なんか素直。ずっと泣いてたよ。確かに、なんかライブの前とかすごいなんか大丈夫かなって思ってたけど、でも出たらさ、スッてなんか切り替えれるのがすごいなっていつも思ってた。へぇ、ドラマ感じるよ。同期でさ、ダブルセンターしてさ、向かい合ってさ、恥ずかしい。ドラマ感じるよ。大好きな子が来てさ、そうよ、その子をさ、俺が見てる。見んじゃねえか。怖い。関係ねえだろ。入っちゃいないんだ、俺たちはそのストーリー。でもちょっとこれ、ドラマチックな3人だね。そうですね。この子が大好きなレイちゃんとさ、桃子と、ね、ヨダちゃんの。ダブルセンター。逃げ水コンビのね。はい、嬉しいです。ヨダちゃん、じゃあよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。メールです、はい、千葉県お魚チンパンジー17歳、はい、ももちゃん、れいちゃん、中田さん、相方だった方、こんばんは。こんばんは。じゃあまだヨダちゃんのね、はい、気持ちは大吉、最高でした、うん、いいですね、気持ちは大吉。、僕は今日大会だったのですが、いい結果が 出ず落ち込んでいたので、ですが、れいちゃんの声を聞いて元気が出ました。あ、よかった。明日からも練習なので頑張りたいと思います。頑張れ、活力。鹿児島県スーパーサユリンゴマシン、いつも楽しく拝聴させていただいていますが、今日のオープニングが盛り上がっていて特に面白かったです。お、はい、何の話だ。サミット忘れるから何覚えてるの。私がセクハラって言われたのだけ覚えてます。何個もそれしか覚えてます。最悪だよ、それが。何なんだ、脱げ脱げって。脱いでるの。脱いでる。その場にコート着て始まったのよ。ああ、そうそう。で、前回はね、コート脱いだらって言ったんだけど、私脱ぎません。ってこのまんまでした。何、どういうこと。脱いだんで終わらなかったけど、今日はね、脱いだ。だから最初から言ってんじゃん、脱げって。あ、それがセクハラって。脱げって言葉でね、そこだけ切り取ると非常に怖いんですよ。私ちゃんと道理にかなと思って。でも脱げさん、まだカットソン着てます。それは言えないんですよ。それは言えない。中田氏よ、何が危ない。カラップ仕掛けてる。俺が言うなよ。危ない。俺に応える信号じゃない。今見えたぜ、その玉が。これは打ち返しよ。これデビュー5年目ぐらいだったら打っちゃったね。危ないよ。中盤でやってるからね、今避けれたんで。ああ、もう秒遅れましたけどね。ありがとうございます。危ないよ。危ないですね。ということで、以上でございます。もう一つごめんなさい。はい。ヨラちゃんにも。はい。東京都、ゆくちゃんにノックダウン、12歳。はい。ももこ、れいちゃん、よだちゃん、中田さん、藤森さん、こんばんは。はい。よだちゃん、セカンド写真集発売おめでとう。ありがとうございます。ファースト写真集も本当に可愛くて素敵な作品だったので、セカンドもとても楽しみ。イタリアでの撮影はいかがでしたか。あの、人生初イタリア、ヨーロッパも初めてですけど、海がめっちゃ綺麗で、ご飯も美味しいし、街並みも日本と違うし、でも一言で言うと、ありきたりですけど、楽しかったです。ありきたりよ。楽しかった。すごい楽しかったですよ。マジで楽しいだろうね、初。イタリアどこのあたり？ミラノとシチリアの、シチリア島にも行ってきて、結構移動たくさんしました。来月で行くの、ベネチアに。行った？水の都だった。あ、そうだね。
ベニスの商人とか、ね、舞台でね、すっごい楽しみだわ、その話。ベネチア行くの？どのぐらい行ったの？5日かな、ついこの間。最初。ブブー。それで可愛いけど。